しんんごさんかわい,いありがとうお前回避でもちょっとさ寝癖が寝癖がついててさ <laughs> 今日前髪がこ,こっちが上がってるけどこれ多分寝癖だからどうなんだろうちょっと寝癖が寝癖がついてて前髪がねちょっとこっちが上がってるんだよね恥ずかしい。 寝癖がありがとうクラッカーうんねちょっとアイロンかけてみんとアイロンかけてみたらクラッカーネグセガツ 前髪短くしたらねどうしても上がっちゃうあの寝癖が寝癖おはようユウさんファイトありがとうオンラインチェック会申し込みましたありがとうございます嬉しい <laughs> ありがとう ありがとうございます鎌ちゃんおいハートありがとう嬉しいワンタンメンさんおいハートありがとううん。おはようゆっくり眠れたよえ <laughs> <laughs> 大丈夫 朝から牛タン弁当食べたのすごいもりもりだねもりもりええゃんいいですね牛タン牛タン弁当めっちゃおいしそう食べたいお肉食べたいこれは朝のなんかルイ・ボスティお茶飲んでるおはようございますお仕事頑張ってね <laughs> 頑張ってねゆっくり眠れたりなくい <laughs> あくびは出るくないわり <laughs> と今日はなんかぐっすり眠れた。 ぐっっすすり眠眠れた感じですめっちゃ今日,今日の睡眠あるよねなんかさ睡眠今日めっちゃなんかぐっすり眠れたなみたいな感じにすごい感じる時とかなんか今日はなんか寝たんだけどなんかぐっすり眠れんかったなって感じで感覚感じる時とかなんかあるタイプなんだけど今日はわりかしなんかこうぐっすり眠れた日ですね。 でもあくびは出るよね <laughs> 朝,だ朝だもんだって <laughs> おはようあっ藍さん今日かあれ18日がお誕生日18日がお誕生日なのか あ、予約入れるの忘れとっためっちゃ返っかしとったごめんなさいそうだ予約入れるの忘れてたそうでしたあ三300回本をありがとうおはよう明日の夜は誕生日のひまたぎですねえそうだね早いあっという間だね誕生日だもう明日明日晩ホール食いだ <laughs> 弁当弁さん個人消費してるんだけどいきなさいの え蒼井さ, <laughs> さんもねちょくちょく配信見に来てくださってるみたいで、ね、えめっちゃ嬉しいです <laughs> えー、嬉しいどん,ちょどんなふうに言ってくださってたんだろうありがたいまたお,お仕事お一緒したいですねベートーベンさん ね頑張ろうね歌唱力ってあの公表された順番かなえどうなんだろうえでもうーんでもあの順番っぽい気がする名前順で気ごとうーんそんどなんかなどうなんだろう,うたさんかわい,いありがとうあずみんの今日の朝食は今日の朝食はどうしよっかな多分ご飯があるだろうから。 納豆卵かな <laughs> ご飯があったら納豆卵してる <laughs> 納豆卵かけご飯おはようそうまたぎ、まま、配信しますねねっワンホール で今日の,あの夜ご飯夜ご飯じゃないわ間違えた <laughs> 朝ごはんの話したから今日の夜配信なんだけどあのショールームイベントのタワーのお礼を先にしようかなと思ってちょっと誕生日の前にタワーのお礼だけは100位のランキングの方がちょっとまだわからなくって。 今お願い送ってくださいってなっててそのままになってるので100位はちょっと誕生日までにギリギリぐらいでわかんないから先にタワーのお礼だけでも今日の夜配信にしようかなと思っておりますねうんだから夜夜配信ちょっとね今日遅めになっちゃうんだけど今日の夜配信でタワーのおするのであと その後に送ってくださったもう今日までのタワーのお礼をあの今日の配信でくださった分のお礼を、ね、書いて皆さんにお,見お届けしようと思ってるので夜配信はそ,その気持ちであのいてくださったらというか <laughs> ぜひ夜配信見に来てくださったら嬉しいです。待っててねちょっと遅めですね。 一緒そうかで送ってもらい次第100位ランキングも一緒にしようと思う一緒にっていうかあの配信でお礼しようと思いますおはよう,そうえー、そうだよ毎エブリデイ今納豆卵かけご飯だよ私 <laughs> だ好きなんだもんそれしかねなそれしかないんよ脳内に。 白ご飯を見つけたら <laughs> 白ご飯が目の前に来たら卵と納豆を上にかける選択肢しかないんです私にはそう10時過ぎとかかな10時過ぎぐらいになりそう今日の配信10時過ぎぐらいかまた予約入れたりお知らせしますおはよう 最後なら4番目だから暇的配信治おさかもしれんもしかしたらねえドキドキ確かにありありそう10時半ん ?12 時半ぐらいまででもね19日まで、ね。 おはよう納豆卵かけご飯そうだよあずみは出来上がっとるんだよそれで <laughs> 最近のあずみはまあでも健康にいいので <laughs> どんだけ食べても悪いものじゃないからまあいいやと思って食べて美味しいしねタレコミしたえ 言わ <laughs> れたもんあの何 <laughs> てバレてるのって思って何で知ってるの納豆ともかけご飯までと思ったけどタレコみだったんだなあれは <laughs> そうだよそうじゃなん全部何でもかんでももう情報が届いてましたお井さんのもとに <laughs> おはようおはよう 毎日配信見てるのかなーってレベルで <laughs> だからあれはタレコミの食べるタレコミタレコミだった一、ね、時一歳で味噌汁も取るといいよ味噌汁確かにお汁物ね味噌汁雅太郎さんだるまさんありがとうつのさんバラありがとうなんかね一時期はね あ,れだよあのな、ー、れてんもずくスープかもずくスープがあのお湯入れてやで作るやつなんだけどもずくスープが好きでもずくスープが好きでもずくスープ一緒に飲んでた。と納豆卵かけご飯にはまってた時あったけど最近は。 ちょっとスープ作っ,作っ,作っお湯入れるだけなんだけど作ってない <laughs> 単体で食べて今日スープも作ってみようかなちゃんと作,作るわけじゃないけどお汁入れるおみお湯入れちゃうだけだけど作ってみようかな <laughs> え優秀な電子バト本当に <laughs> 電子バトが行き交ってる <laughs> いろんなところに 金曜日あたりから急に寒くなるえねお母さんも言ってたんか急に冷え,冷え込むらしい雪とか降るんかなどうなんだろうもしかしたら雪降るかもしれんって言ってたけどえ <laughs> 金曜日ね誕生日だ寒くなるんだね寒波が確かに最近ちょっとさ1月にしてはあったかめだった気がする寒いけどなんか最近 ちょっとあったかいような感覚だったけどそんなことないかでも寒くなるのか山手線泊まってたのえー、大変大混雑だね公共交通機関止まっちゃうと大変だよね朝とかもね ミッチュキャプテン三周年だって。ええー、すごい。ミッチュさん、おめでたい。ミッチュさん、三周年な、そうなんだ。今日、今日なんですね。すごい。ミッチュさん、ほんまにかっこいい。<laughs> ほんまにかっこいいです。なんかもう着着てられる着られてる服も全部なんかかっこいい。 スタイルが好きなんですよねみちゅさんのスタイル結構かっこいいみちゅさんゅさんすごいみちゅキャプテンすごい大好きな先輩です <laughs> 大好きで大尊敬な先輩ですねみちゅ お仕事行ってらっしゃーい頑張っ,て、ね、行ってらっしゃい頑張ってねいってらっしゃいそうお手軽でそう簡単だからズボラしちゃうオズさんハートありがとうおはようねえ ね、雪降りそうってね聞いた聞いた今よりも寒くなりそうで記録的な寒さになるのそんなに寒くなるんだ冷え込むんだ結構えー、大変おはようホワイトホワイト誕生日あるかな <laughs> ホワイトクリスマスみたいな感じでホワイト誕生日あるかな初めてだよホワイト誕生日は。 え、ばか、うん。記憶上、記憶上初めてかもしれん。誕生日の日に雪が降るの。もっと趣味して、だしが締めるぐらい熱々になのが大事。おでんのように。おでんの大根ぐらい。目指せ、おでんの大根。今週は。うん、ありがとう。おはよう。 ねホワイト誕生日あるかもしれんねえー、ちょっと楽しみだなのそれはそれでホワイト誕生日おはよう記録的な寒さ記録的に家に来りたいでも寒いとねなんかい家から出れんというかなんか一歩出す踏み出すのがさ辛いよね外出るの。 家におふあのね布団から本当に出られなくなる寒い日。本当に出られなくなっちゃう。お仕事頑張ってね。いってらっしゃい。おはよう。チャイキンさんお名前あ,あそうなんじゃそっかなんかあれだよねリップしてくれてたよね。そっかでもツーショット？サイン会の方は。 ってくれるっぽいからそっちでいっぱいじゃサイン書くね <laughs> ありがとうまたまた機会があったらチェキ書きたいチェキ書きたいですおはようアズミンジルト <laughs> アズミンジルトトロボか。 誕生日ケーキのともお先にしませんさすがに <laughs> そんなすぐすぐ飲めれんじゃろいっぱい一発目ここで飲めれんよ絶対 <laughs> 人生一発目を配信では意けすごくてホワイトアウト誕生日確かに逆にねホワイトすぎる誕生日はちょっとでもいい感じのホワイト誕生日がいいな <laughs> 雪降ってくれるんだったら確かに大雪すぎたら困っちゃうかもおはようね外出るのねうーってなっちゃうよね今朝の配信え予約ごめんなさい入れるの忘れてたんですけど申し訳ないそうなの口頭では言ってたんだけど 予約をねめっちゃ忘れてた申し訳ないです入れてなかったうっかりしちゃってました昨日お布団と両思いだからなかなかね本当に <laughs> 人生両思い毎日出られないよもう車にるながら仕事にも恋にも行きたいぐらい布団から出られる <laughs> いや本当に全身ね私こたつと一緒に歩きたいと思ってたもん学生の時とか特にこたつと一緒に歩いて学校のさ机あるじゃんあれもこたつになればいいのにってずっと思ってたバンジャラモンスターさんハートありがとうねえ え、そう、ちょっとねあのあれ寝癖で上がってるね前髪がこっち側が上がってるねどうなんだろう多分寝癖だと思うんだけどこうしたら普通こんな感じかな寝癖で上がっちゃうどうしてあのめんるのね <laughs> おはよう,もうすぐ 2日後あとあさってが誕生日あ二21日 ?21 日おはようございますバンザラモンスターさんハートありがとううんホースえー、凍ったのすごい凍るぐらいなんだ ぐらいおはよう誕生日本酒ケーキ,日本ケーキ <laughs> ね食べない食べない <laughs> ただちゃんといちごケーキありがとうそうですね基本うん予約は毎回入れるけどなくっても月1金はやってるかも絶,絶対に6時45分に。 ありがとうお仕事行ってらっしゃいえスタバの新作でなんかさ見た私もなんか出るよねなんだっけな新しいやつ見たんよねおいしそうと思ってなんだっけな何だったっけなめ忘れちゃったなんだっけスタバの新作出るよねもっあの抹茶じゃなくってさ新しいやつ出るくない出ないっけ ななんだっけなんか見たのあれなんだっけなおはようカタツムリみたいにこたつ背負っていやいや <laughs> 背負うんじゃなくて前につくあのだからうん前側に前と接着する感じここはお腹にこ,あのこたつがくっつく感じです <laughs> 背負うんじゃなくて足が足がこたつになるみたいな感じ イメージは私がイメージしてたこたつは一緒に歩くこたつはお腹にこたつがついて一緒に足がこたつになる感じです。ねえ寒いねおはよう。おはよう。こたつでむきながら <laughs> 先生もびっくりでかんむきながらかん食べながら授業受けてねって書いてった。 おはようそう、今日はメガミンじゃなくてのあの、ラガンミン <laughs> ラガンミンですおはようね休み明けそっか週末だけかな、雪降るのって休み明けも降るんかな、雪 あ、チョコレートのやつだ、それそれそれ、フォンダンショコラ。それだ。え、それめっちゃ。声出た、見た瞬間。は。<laughs> 美味しそうすぎて。チョコレートのやつじゃ。え、それもう出てるのかな。めっちゃ美味しそうだよね。コタツマリ。コタツマリ。フォンダンショコラ。 あ、十八日から？今日じゃん、今日から？ええー、飲みたい、<laughs> 飲みたすぎる、飲みたすぎますね。飲みたすぎるそれは。娘休みとあ同学年え同学年。言ってたよね同学年聞いたことある同学年。 同級生の娘さん前も教えてくれてる前も教えてくれてるねにまさんだるまさんありがとうおはようああなた出ない出てほしいおはよう あありがとう今日からなんだねスタバおはよう朝使わないよ <laughs> そこまでそうで我慢 <laughs> 別我慢はし,しとらんけど我慢します <laughs> でもまあ飲めるようになるのは嬉しいかななんか経験の幅が増えそうお酒飲めるようになるってめっちゃ だしお母さんとかと飲めるのが嬉しいおじいちゃんとかとおじいちゃんと約束してるんですだから二十歳になってもあの一緒におじいちゃんにあのと乾杯するっていうのが約束今二十 <laughs> 歳になったらまた行くねって言ってる「ねえスタバ飲みたい」「いってらっしゃい!」 おはよう楽しみ誕生日がまっえっ早いでもまだまだだと思ってたけどあと2日だ誕生日あっという間おはようあっ覚えてた <laughs> 覚えてた覚えてたお話ししたのおはよう ねえ楽しみ、ね、え優しめの優しめのって度がそんなに高くないやつから飲みたいな <laughs> 適量でねハットも乾杯して <laughs> え、したいよ機会があればね全然したいんですけど <laughs> 全然したいんですけどする機会ありますかする機会作りたいねなんか作,作れるもんなんかなわ <laughs> からんけどその機会があれば全然したいですなんかちょっと難しいもんねお酒って <laughs> 今月中に免許センターにも行くのえ行けたい行けたいっていうか行かねばならん からもう誕生日になってから行こうと思ってる誕生日過ぎてだから雪は控えめにお願いいしたいな <laughs> 誕生日終わってからね寒くなって雪結構降り続けちゃったらい行くのとか移動するのも大変になっちゃうから雪落ち着いて少なめでお願いします 息 <laughs> 少なめでってちょっとお願いしてますね二十歳なって行こうと思ってるからスタバって次々新作出るからスタッフさんとかと確かにスタッフさんえすごいよねかっこいいなんかスタバの店員さんちょっと憧れる。 いやかっこいいしやってみたいなって思ってた時あったねかっこいいよねすごいなんか昔は名前書いてもらってたあの言ったらね名前書いてもらえるんよねレストバって「あずみです」って言ったら「あずみさん」って書いてくれるんよで中学校 高校ぐらいの時に流行ってたんかな名前書いてもらうのが。で友達と一緒にスタバに行った時は名前書いてもらって「あずみです」って言って「あずみさん」って書いてもらってそれをこうやって写真撮ってました友達同士で。難しいでも一人じゃさ <laughs> 友達といるから友達と一緒にだったら。 言えるんだけどさすがなんか一人で行った時になかなか一人で「あずみです」ってお名前書いてくださいっていうちょっと勇気はなくてそう友達といたその時それっきり書いてもらってないですけど今はもうおはようね機械作る <laughs> 20歳だよ20歳頑張ってねいってらっしゃいお仕事パンとかわい <laughs> すごいね。<laughs> みんなベロベロになりそうそんなレンスタバの作家かっこいいねねえ店員さんよちょっと憧れる「<laughs> タるコ前のスタバ書いてくれる、ね」あそうなんだええー あそそそそこねえそうそうそうパルコ前かあ,あそこねあの大きいところか自分も書いてもらったわそこで「<laughs> パルコ前」か「そごう」と勘違いしてた今「パルコ前」あそこね書いてもらえるよねなんか久しぶりに会った友達が同級生の友達なんだけど があの <laughs> バイト新しく始めようと思ってるんだって話からスタバでバイトしようと思うっていうのを聞いてめっちゃいいじゃんってなってその子なんかバイトするかもみたいな話だったよその子と話した時がね。で結局どうなったんかはちょっと聞いてないけどバイト よく行く行スタバの場所なので遭遇いつか遭遇したいというかその友達が働いてる瞬間に行きたいなってめっちゃ思ってるんだけど今のところ何回か行ってるけどまだ会ってないですね。ばったり偶然。おはよう。 カフェのバイトでも大変そううん想像以上に大変飲食店とか特に想像してる以上に結構大変なんだろうなと思うけどでもやっぱりちょっと一回経験してみたいよねやってみたい憧れるモバイルオーダーあそうなんだカスタマイズ カスタマイズねなんかさ <laughs> なんかさ多分私苦手なんだと思うあのレジの店員さんとかにいろいろなんかこうお願いするお願いするというかなんか話しかけるのが多分苦手なんよ。だけんかあのカスタマイズの。 このカスタマイズしししたら美美味味いですすよよよってよりりくなりますよみたいな記事というかそういうのいっぱい見るんだけど見て「今度おタバ行ったらこのカスタマイズでお願いしてみよう」って思うんだけどなんか店員さんの前になるとすごいてあの「あカスタマイズうまく言えなくって」。んか混んでるからなんかそのこの。 いや、そんなことないんだろうけどレジって自分がそのカスタマイズいろいろ言ってる時間がこの列をこませてるような気がして <laughs> 普通に頼んじゃうんですよね毎回カスタマイズうまくできないのそう緊張しちゃううまそういうのうまくできるようになりたい <laughs> なりたいけど緊張するんだよねなんかそうできないだからカスタマイズ あんまりしたことないですねやってみたいでもああいうなんか生地にのってるこのをカスタマイズしたらおすすめですみたいなもっと美味しくなるようみたいなやつをいつか本当に実践して飲んでみたいしどんな味なんだろうって気になるけどできん <laughs> できんよみんなおはよう今度くるくるって言ってくるくると。 書いてもらおう <laughs>。なんでその言葉はな。何 <laughs> でも。繋げたがるんだから、それに。あ。週一ぐらいで、スタバ。週一はさすがに <laughs> 月月3。月、月三。月、月三、月二ぐらい。月二ぐらいか。 ね、接客業大変そうだよねそう緊張しちゃって緊張しちゃってキャラメルマキアートにショット追加してますえー、何ショットって何だすごいショットって何だろうキャラメルマキアートキャラメル美味しいよねそう気使っちゃう 無心で全部つなると確かに全部つまようまあ初めから決めとったらいいんかミルクミルクミルクとかミルクシロップ多めでミルクシロップ多めでミルクシロップ多めでとかっい <laughs> う言葉をメモみたいなのに書いとってミルクシロップ多めで使って言ってたらいいの。 おはようそう難しいよね。だとあとさあのなんだろうレシピ表レシピ表っていうかあの注文表見たらさあの私見つけられんくってカスタマイズ一回カスタマイズ挑戦した時にカスタマイズをうまくその場で見つけられなくってそれでまたテンパっちゃったんですよ。あれななないないない 私が求めてるシロップがどこにも書いてないぞってなって下ら辺にね書いてあったんだけどうまく見つけられなくってそれでもうその辺もちょっと混んでたり列が後ろもできてたからあーもうカスタマイズはいいやって思ってあそれでお願いします注文しましたそのままおはようそう じゃけレシピ表っていうから注文表を見て注文しようじゃなくて初めっからもうこれとこれを注文するぞって文章を決めて決めていったらできるんかなそうしてみようかな確かにスマホ見ながらねスマホ見ながら注文したらいいかもしれない でもねあのね期間限定のフラペチーノとか飲む以外だった私ホワイトラテ飲んでますね結構ホワイトラテ飲むことが多いフラペチーノ以外は期間限定のそれか期間割と期間限定頼むこと多いかなホワイトラテか期間限定の,あのフラペチーノかあのラテ系のどれかにしてる。 でも、ホワイトラテめっちゃ美味しいよ。飲んでみてほしい。<laughs> どうどうどう出したらいい、いや、そうなんねだから、店員さんはそんなに多分。気になってないというか。そんなの。普通、当たり前。っていうか、あんまり。全然ね。気にもしてないと思うんだけど、なんかね、自分がね。 気になっちゃうというか、ね、緊張しちゃうんですよねカスタマイズするとき前髪切ったよ短くなった <laughs> 短くなったよね速度制限なんだっけだよねあ、エスプレッソのことなんだちょっとサブウの野菜を覚えなきゃいますこれもっと自分好みにカスタマイズしてるあ、そうなんだ トマイズねりリア君ハートありがとううんやっぱスマホ見ながらが一番いいかもしれない沸いてると美味しいよね <laughs> カスタマイズー2ートッピング <laughs> いけません <laughs> どんなトッピング <laughs>